ガスコンロで、お缶する、ヨース缶酒とは、加熱した酒のことである。なお、酒自体を加熱する行為のことを、缶をつける、お缶するなどと言い,い、缶した、日本酒は、缶酒と呼ばれる。温度帯による呼び名がいくつかある。寝る缶、日向缶など。ただし、お湯を加えることで酒の温度を上げる行為を缶とは、言わず、その場合は、お湯割りと呼んで区別される。基本的に、 缶を行うとき、加水は行われない。缶は普通、日本酒、または中国酒の一部を飲む際に行われる。日本酒を加熱したものを、熱缶以外に、缶酒と呼ぶこともあるが、缶が行われるのは、日本酒だけではない。また、暑い季節にはあまり行われず、寒い冬場に多く行われる傾向にある。山陰地方では、夏場でも、缶酒を飲む文化があり、また、 山陰の酒蔵は缶酒に特化した酒作りをやっている蔵が多くある。缶は日本や中国では古くから行われてきた行為であり、現在でも行われる行為だが、世界的に見ると珍しい行為である。対して酒のお湯割りは世界中で行われる行為である。なお、ワインを缶することもあるものの、日本酒や中国酒に比べると頻度が低い。ワインの場合、 どちらかといえば、カクテルとしての扱いとなる。熱燗は酒を味わいつつ、体を温められる飲み方として、冬に多く行われる。日本酒は嗜好品であるため真夏でも、缶酒を、真冬でも、冷酒や冷酒やを好む者も,もいる。缶に向いているとして販売される銘柄も多い。一方で、日本酒の中でも、銀杏酒など高価な酒については、 原則的に缶をつけず冷やして提供されることが多い。これは缶をつけると作りの良し悪しが露呈してしまい、純米、ある点を問わず良くも悪くもはっきりと好き嫌いが分かれてしまうことや、特に高温で缶すると繊細な味わいが損なわれると考えて推奨しない蔵元や飲食店も多いことが理由である。そもそも冷蔵庫や氷で冷やすことは、日本酒の伝統からは、 外れており、吟醸酒だからといって缶はタブーではない。季節や体調、魚により、冷ややぬる缶、厚缶などの好みの温度で飲まれることを当時をはじめ、酒蔵人は望んでいる。それゆえ、沈んでいた香りが立ってくるなどとして、吟醸酒でも、ぬる缶を進める記述を製品ラベルに記載する蔵も多くなった。なお、特に夏場に、発売の多い純米酒。 特別純米などでは人工的に冷やして飲むことを前提に開発された銘柄もあり、すべてが缶に適する、缶しなければならないということでもない。日本酒は古くから缶が行われてきた。缶という行為は世界的に珍しい行為ではあるものの、醸造酒に缶をするのは焼酎のような上流酒に缶をすることに比べると珍しい行為ではない。例えば、 中国の木酒を飲む際などにも、古くから行われてきた行為である。江戸末期の廃人すず案は、さえずりそうで、酒を温めるを缶と運。缶とは、熱からず、冷たからぬまを言えるにて間なりと記している。缶を専門とする職人がいる。昼酒や骨酒では、魚の旨味を引き出すため熱い缶酒が注がれる。缶をつける際、 基本的にスパイスや砂糖などが加えられることはない。原種のようにアルコール度数の高い日本酒では、加水してから缶をつけることもある。鍋や調子を直火にかけて缶をつけていたが、江戸時代の文化年間には、銅製、または鈴製のチロリで缶をつけた。天保年間には、機内地方ではチロリが用いられていたが、江戸ではすでに缶どっくりが流行していた。箱火鉢には、 脇に水を入れてその中に缶ドッくリをつける器具が備わるようになった。明治時代、一般に缶ドッくリが、稀にチロリやハトドッくリが使用された。後に、酒場では酒缶器も使われるようになった。これは、機内で湯を沸かし、内缶に上から酒を注ぎ、下部の合戦を開ければ、直ちに缶のつけられた酒が流れ出るものである。現在では、業務用のものとして、 電気式あるいはガス式の酒換気も販売されている。大型のものの多くは一升瓶を酒換気上部に逆さまにセットし、中の酒を本体内部に取り込んで、一定量を設定温度に加熱し、下部に置いた缶どっくりに注ぐものである。また、電気式あるいはガス式の缶銅庫もあり、これは酒を入れた缶どっくりを温める方式のものである。 一部の家庭や飲食店、ホテル、旅館では、とっくりに入れた日本酒を電子レンジで熱燗にする場合もある。他方、電子レンジなどを使うと、温度が急に上がって、味が落ちる、雰囲気や風情に欠けるとして、湯煎に関わる店、個人も多い。とっくりは、首が細く電子レンジで熱すると吹きこぼれやすく、また細長いため温度のムラができやすい。とっくりで飲む場合でも、 電子レンジで缶をつける際や別の容器で熱してから、とっくりに注ぐと良い。日本酒の缶では、細かな温度表現があり、一般的には、以下のように分類される。飲用温度はあくまでも目安である。両冷え、花冷え、雪冷えは、沢の鶴が提唱した表現である。これら以外の名称として、飛び切り缶をさらに超えた温度に対して、に酒と呼ぶなど様々な表現が存在する。 泉強化は潔癖性で酒を煮立つまで温めていたことからこれを当時の分断では泉缶と呼んでいた以下に日本酒の生地より抜粋して日本酒を缶した時に関連する用語を説明する日本製はホット専用の缶入り缶酒を2017年に発売した工房や仕込み方法を工夫しコンビニエンスストアなどで連続加温した状態で陳列 販売できるようにした。福娘酒造がかつて販売していた看板娘のように特殊な加熱容器により火を用いずに缶を行えるようになっているものも存在する。生石灰と水を混合した時に起こる発熱反応を利用している。定順古実危機書き上場によれば酒の缶は9月9日から3月2日までであるという。庶民の間では 清酒が発明された16世紀後半に、数年で缶酒を飲む習慣が現れた。ルイス・フロイスの日曜文化比較には、日本人は、ほとんど一年中酒を温めて飲むという記録がある。この習慣は、江戸時代にも続き、江戸の人々も一年中缶酒を飲んでいた。カクテルの材料に関した、日本酒が用いられる例として、オレンジ先煮や卵酒がある。しかし、 オレンジ先にい,いや卵酒は、缶酒ではなく、カクテルとして扱われる。中国の醸造酒である、昇降酒も、また、缶をつけて飲むことがある。日本酒の場合と同様で、暑い時期にはあまり行われず、寒い時期に多く行われる傾向にある。また、基本的にスパイスや砂糖などが加えられることはなく、加水も行わない。日本酒を缶するのと同様に、 昇降酒などの木酒を缶することも古くから行われてきた。日本酒の場合と同様で、暑い時期にはあまり行われず、寒い時期に多く行われる傾向にある。また、基本的にスパイスや砂糖などが加えられることはない。ただし、日本酒とは違って加水が行われることもある。缶を行うことの特殊清浄機にもある通り、缶とは酒自体を加熱する行為のことである。 通常は日本酒や中国酒の一部を飲む際に行われる。お湯ありとの違いは、加水を行わないで、酒の温度を上げている点にある。この缶を行うという行為自体、世界的に見ても珍しい。上流酒に缶を行うことの特殊性長中は日本酒とは違い、上流酒である。上造酒を缶するのではなく、上流酒を缶するというのは、世界的に見て非常に珍しい。 つまり、この上流酒を缶するという飲酒法は、醸造酒を缶することよりもさらに珍しい飲酒法なのである。かつて、日本では、焼酎を缶して飲むという飲酒法がよく行われていた。例えば、宮崎地方では、焼酎を入れた、日向缶とっくりと呼ばれる、素焼きで作られた酒器や鈴で作られた酒器をいろりに刺して、缶を行った上で、焼酎を飲んでいたのである。 鹿児島県でも、焼酎に缶をつけて飲むことがあった。この焼酎を缶して飲むという飲酒法は、日本酒を缶して飲む飲酒法が、すでに存在していたことに起因するのではないかという、説もある。つまり、焼酎の登場が、日本酒の登場よりも、ずっと、後であったために、日本酒の飲み方が、そのまま焼酎にも当てはめられたのではないか、というわけだ。缶をして飲まれる焼酎は、 アルコール度数が低いことが多い。なお、アルコール度数が高い焼酎は、火水を行って、アルコール度数を下げてから缶をすることもある。しかし、アルコール度数が高い焼酎の場合は、お湯で割ることにより、缶の代わりとして飲むことが多い。お湯で割れば、自動的に温度が上がるからである。ただし、お湯で割っただけの状態の場合、缶をしたとは言えない点に注意が必要だ。つまり、 たとえ焼酎にお湯を加えて温度が上昇したとしても、その後、さらに加熱を行わなければ、加護したとは言えないのである。この点を混同してはならない。なお、事前に、加水しておくことを、全割と呼ぶ。全割することで焼酎と水が馴染むため、前、割下焼酎を緩すれば、お湯割りよりもまろやかさが増す。焼酎を緩するための手記に、さつま焼きの黒字床がある。 黒字4日で缶をする場合は前割りした方が好ましい。稀に電子レンジに入れて缶をつけることもある。1980年代の鹿児島県ではこの飲み方が基本であった。この焼酎に缶をするというのはあくまで現在では稀に行われることもある焼酎の飲み方である。たとえかつては缶して飲まれたものと同じ焼酎であっても現在では室温のままストレート。 水割り、お湯割りなどが圧倒的に多い。さらには、缶とは全く逆に、冷蔵庫や氷などを用い冷やした上で、焼酎を飲むということまで行われることもある。普通、焼酎に缶をして飲まれることはなくなった。シェイクスピアの作品には、十二夜など、幾度もバーンサックが登場する。ヨーロッパでは、赤ワインに、スパイスや砂糖などを加えて、缶をつけたグリューワインがある。 しかし、日本酒、中国酒、焼酎の場合は、基本的に何も加えずに缶を行うのだが、対して、グリューワインの場合は、スパイスなどを加えるため、カクテルとしての扱いとなる。缶をして飲むことを目的として醸造されるビールも存在する。冬季限定で、ベルギーでは、クリスマスマーケットなどで提供されている。リーフマンスグリュークリークは、 煮沸時にスパイスを投入して製造されている注釈出店。ありがとうございます。